レッツゴー。やべ、豆知識忘れた。今、絞り出せ豆知識。あれ、除菌シートで、足の裏拭いておくと、歯が寄ってこなくなるっていう豆知識を前にも言ったけど、今回も使いました。ごめんなさい、アドミンです。まあね、すべての動画を全員が見てるわけじゃないと思うんで、あ、そうなんだ、前も言ったんだ、物知りなんだな、こいつ、と思って、この人の動画最初見るだけで賢くなれるなって、それだけでもいいんだよ、俺は見てもらえるなら。ね。ということで今日はですね、新しいマップが来ます。はい、驚き桃の木、新しいマップの木、新しいマップの木ではない、ごめんなさい。新しい木を生やしてるのは僕でした。ごめんなさい。新しいマップの概要をお話ししていこうと思います。カンペ見ながらで申し訳ないんですけれども、クロニクルイベントが来ます。クロニクルイベントっていうのは、前さ、ブラハのさ、白いカラス追いかけてって、ストーリーを知れるみたいな、なんかあったの覚えてますか皆さん。そういうイベントが、また来るという話なんですよ。はいはいはい。あれがまた来ます。で、ドワルド・シルバの痕跡が、ライフラインとマット・マギーを、ハルボの廃施設に導いたとき、老婆はその道連れとなったらしいんよ。で、友人たちが必要なものを集めている間、彼女は、秘境に引き寄されるようにそっと離れ、予想以上に神秘的な場所との深いつながりを発見するのだったっていうのが今回のストーリーらしい。何言ってるかわかんないと思うけど、俺も何言ってるかわかんない。まあただめちゃめちゃかいつまむと、今回は老婆のストーリーを追うイベントっぽいよっていう話です。はい。多分細かいドゥルアドシルバーとかは、編集がいい感じに多分なんか入れてくれると思うんで、入れれる？頑張れる？まあごめんね。うん、まあ、そこが大事なんじゃないんだよ。新マップが来るっていう話で、あ、ごめん間違えた。新マップが来る。射撃練習場から行けるタイプの新マップなのか、まあ、こういう普通にバトルワーの中に現れるタイプの新マップなのか、ちょっとね、どっちかは分かってないんだけど、まあ、できればバトルワーの中に現れてくれた方が面白いは面白いかなーっていう。本物ですか？いますか？こんにちは。VTuber さんですか？チャンネルじゃあ今からちょっと見に行きますね。あ、出てきた。本物の VTuber さんだ。あ、今配信してないですね。実質好きなんだ。ありがとうございます。あんななんかもうプロゲーマーの腕に腫れ物だけを煮詰めて焦がしたみたいな集まりをね、もうファンの方なんてもう本当にもう僕らもこう頭が上がらない、もう見て、お前下げろ頭編集こら、ほらすいません本当にもうありがとうございます、もう決定を押していただいて、のファンミーティングとか実はあったんですけれども、やめなさいわらわら、来られたりとかなんですかね、わかんないですけどね。まあ行きたかったですよね。地方で行けなかったとかもあると思うんでね。行けたら絶対行きたかったはずなんですよね。ありがとうございます。あ、ちなみになんですけど、父の背中の中だと誰が一番推しですか？推し。本当に、本当に、もう忖度なしに。忖度なしよ。本当に。いや、俺もこれでなんか萎えたり、あ、もうやめたって捨てゲーしたりしない。本当に、あ、マジか、わかった。じゃあこの試合絶対勝とう。この試合絶対勝とう、じゃあ。めちゃめちゃガチで、ガチムーブしよう、今から。一旦この閉まるアンチ待とうぜ、これ。でも、この配信見てないんだ。確かに、今、配信してるけど見てないんだ。スイッチで配信してるから、動画勢なんだよね、多分。スイッチで配信してるから、もう、最近はずっと。よろしくね。よろしくね。ありがとうね。はい。じゃあ、勝つよ。二部隊、もう二部隊だ。探して、倒しに行こうぜ。やっぱ、ヨミくんは、尊敬はしてくれてると思うんだ。推しなら。いや、アドミンさんより俺の方が強いって思う。それはない。オッケー。じゃあ、俺が先頭行くわ。ついてこい。俺が先頭行く。残り2部隊。俺が先頭行く。合わせて。リスナーをかっこよく勝たせるぞ。俺ら。はい。もう今、かっこいい BGM 流れます。かっこいい BGM 流れます。いた。
違う、出会ったところが悪かった。ここまで仕込みなんですよね、きっと。出会ったところが悪かったんだよ。で、ここまでは仕込みじゃない、ガチで仕込みじゃない。仕込みじゃない、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 仕込みじゃない。俺ちゃんとしかも戦った。その違う、もっとその、ほら。戦ってないんだもんだって。俺が戦闘でダメージ受けてたんだもん。ダメージ受けて回復して、その間にみんなが打ち合ってた。あれだな。編集を一番前ら辺に置いとけばよかったかもしんない。うん。それだわ、隊員は。責任転嫁。はい。はい。責任転嫁。編集さんかわいそう。責任って日本語僕良くないと思うんですよね。その、悪者を見つけるっていうのと一緒じゃないですか。責任って日本語。ほらまたピエンする。狙ってた。ダメージじゃないよね。ちょ、当たり方が悪かった。ちょ、次、レスト、次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 、ネクスト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 。オッケー、オッケー。うん、オッケー、オッケー。編集にダメージ負けてたんだ。うん、そっか、そっか。俺、編集にダメージに負け、ね。もう、わかるよ。わかった、わかった。編集にダメージ負けてたんだね。ちょ、好きな武器持って、はい。好きな武器持って。選んでいいよ。ワンオンワンの場所。じゃあ、タイマンは違う。あれ、違くない、違くないだろ。違くないだろ。そっちね、そっちね。ああ、いいよ、全然いい、全然いい、全然いいよ。行くよ、行くよ、よーい、ドン。いいか。俺はお前に、あ、なんだお前、なんだなんだなんだ。ブラック企業。ダウンさせたぞ。いいか。わらわら。プロゲーマーだって100戦やれば、特に FPS なんて6割くらいが安定なのよ。わかる？パッドとパッドのプロゲーマーで打ち合いさせたら勝率6割くらいで落ち着くんだよ。ね。だからたまにお前に負けたところで、それはお前がうまいという証明ではないんだよ。分かったか、分かったか、コメント欄。俺は負けてない。ワイ何も言ってない。今しない。編集さんかわいそう。さすがにさ、俺赤アーマーなかったらさ、いけると思うんだけど、どう思う？よーいドン。よし、お前引退しろ。